どうも、こんにちは。見られちゃった。さあ、ということで、前回はアホさんがレベルアップ、プラス俺もレベルアップしました。で、それプラス、ラバータが大好きになっちゃいました。あと新しいね、あの面白い、あ、知らない知らない、面白いね、ゲームをね、面白いゲームをね、覚えたから鼻水が、そして、風邪でひいて、鼻水がズルズルで鼻をこうずーってするところが何度かあるかもしれませんが、ご了承いただきたいと思います。やだね、だってやだね、なんだとなだね、アホさんで凍らして俺がヤマトで切り刻むぞ。俺凍らすの10回に1回だ。十分十分、お、お調子乗んじゃねえぞ。俺凍らすの、あ、戻んの忘れてたな、1回。あー、あと何マックスです。ちょっとレベルアップまで、じゃあ戻る、一旦戻りまーす。イエーイ。はいはい、戻ってきました。イエーイ。行きますか。なんか怖い、いないか。いないよ。うわー、いた。泣く子っていうか泣くやつだよ。泣く化け物。もっとお前も化け物みたいな存在なのに、お前俺までボールの喋りな。おー、皆様おなーりー。みなさま、解体授業が始まります。なぬぬきゃらっしゃいや。おしゃってんちょんちょん、たかとりもちな。よっしゃ、ナイス。すごい、3人とも、3人というか3体ですね。やりはやても落ちないの、ほんと今回も悪いな。ね、一人やってた方がね、一人モードやってた方が、で実況しない方が出やすいっていう。ほんとだよね。なんだよそれ。それはそうだ。見どころを作らせなさいよ。なんか。ヤマトも 41D ぐらいになるんだ。ポイエ14。で、多分、ね、あなたポイエ14でいけないよね。みたいになればこっちのもんや。え、マジですごいな、本当に。あげる。クリスマスプレゼント。友達いないからオンラインできないんだ。言うなってそれ。ほらもう自問自答始めてる。固まりしてさ、言うやるか。固まりする気があるのよ。すごい。有言実行。かっこいい。やれよ。固まるまで笑うんだろうなと思ったけど、絶対踏んどこい。そんなことはないよね。固まってほしかった。どっちも固まってほしかったでしょ。いいわ。だ、そうじゃないとダメしかってたわけだし。結局ね、結局のところってそういうことだよね。バンザーイ。君に言うのはどうかった。でも死んだかった。ずっとずっと死んじゃった。もうあれだね、死ぬまでハッピーって。全部死んじゃった。お、ナイスです。バンザーイ。もういいよ、歌わなくて。歌わなくていいよ。なんでさ、2台通ったらさ、もう1台逆の方に行って、逆に行って。大きな背中してたよ、あいつは。食らいます。よいしょ。やってみろ、最後。間違えた。申し訳ない程度の攻撃をするんじゃないよ。攻撃にもなってね。正直言ってさ、逆だと思うよ、もう。そんな。さ、タリスって思ってていいもんね。変えたらどうだい。もう A、もう実際表が、表の A がもうあのままみたいな。いちいち U を裏にする必要ないでしょ。ちょっと待って。じゃあ後ろに。ちょ、タイヤさん持っとこう。クレーム。金にはダメね。じゃあアイテム取るためのさ、ボタンも必要やん。すると、このタリスのやつを使って。取れるの？なんだって大丈夫だよ。だから、ミスる可能性あったよね。念には念をですか。あと、タリスのこれ、TP、TP 吸収だから。ブー。いくよ。正規ルートいくよ。レベルアップ。
えんなのアルティメットでやればいいって話は。4000で。まあ、ちょっとずつ終わったらレベルアップ。あんだけやったらそうなる。そうですな。さあ、悩め。一個踏むよ。お。ちょっと防御力だけ上げて。よし、これ、ロシアルーレット。よ、4つまでだな。じゃあ、次俺。あらっじゃあ、よっしゃ。1回、1個目クリアで。じゃあ、俺の隣のやつ行こう。よーし。これかな。来ましたわだ。もう、あ、開いてるよ。3分の1で俺の勝ち。てか、俺が今最後踏んだのにさ、あれ踏んでないのかな。これだな。まだ踏んでみちゃった。あんまりない。おお、ごめん。こいつ攻撃できないやつ。ああ、もう。ほんとミスが出るとちょっとイラッとしちゃうな。この癖やめたいな。痛いな。やめなさいよ。何でした？大丈夫、殺してない。いつは死んだ。It's all happy. Oh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  happy. 超ハッピー。固まってる君たちもハッピーだろ。ということでお前本当に勝つ。早くレアアイテムを出しなさい。レアアイテムを出すことをし。させるよ。いいよ。されてない。やべえ、まずい。本当にまずい。あ、ちょ。のやつが怖かった。回復させるね。はい、こんばんは。一心伝心した。おお、素晴らしい。かっこいいな、もう君は。やることが違う。1、2、3、4、2、3。あばい、あばい、あばい、あばい。悔しい。なんでこんな目合わなきゃいけないんだ。お前気をつけろっつったろ。あ、でもさ、俺が一番さ、ムカつくボトンドロップの出方さ、一位に教えてあげるから、敵から出るときだよ。え？敵から出るときだよ。敵から止まるの？敵からさ、敵からさ、いきなりさ、ボトンドロップが出て、やったあれアイテムだ、なんだろう、ボトンドロップ、キヤーって。いやー、喋ったんだ。そのような感じでいいよ。もう本当にね、あの時はね、コントローラーを投げなかったもん。あと間違え、普通にコンテナで160度で出てきましたお腹が出たすげえ。いやー、さすがでございますな。え、こっちだね。はい、よしよし、ちょっとだ。もうボスかな。うん、まあ、正直言って1時間経ってるから、やっぱあのセキュルートでパパッと行きたいね。グダグダやってても仕方ないんだし。グダグダもんやし。ああ、フェアリーズね。映画化やったもんな、あれ。見たかったな、映画館で。気づいた頃にはもう終わってた。え、やってたんつって終わったもん。映画 DVD とブルーレイ発売されたはずだから買わなくて。見たい。グダフェアリーズ面白いかもね。普通に面白い。普通にとか異常に好きだな。あ、間違えた。なんか食い込んだカーメン。やっちゃった。あー、そっちか。ボタン配置が。なるほどね。盾祭り騒動みたいな。どういうこっちゃ。だって、俺の格好が。助けて、助けて、助けて。ドゥーン。ドゥーン。カバー神経。有言実行、お疲れ様です。いやー、ほんとフォースめっちゃ強くしたいな。異様なまでの TP をあんたに。もう俺あれがないから。あ、もうないの、ディフロイド。もういるよ。そりゃここまでいないな。はい、さあボス戦でーす。戻んない。何かドロップじゃん。まずに成長させよう。それとも、これで若干攻撃力が上がる。こうしますね。おいえ。じゃあ行くか。俺もあれだし。ラフ。よし、じゃあボス戦だ。
さあ、次回はボス戦です。はい、ご期待ください。